その黒い雲が胸を打つというのか。それはかなりな群衆心理だよ。なぜなら君と同じようなこの野原の幾千の若者たちの裏悲しくも懐かしい思いがすべてあの雲にかかっているのだ。暖かく暗く重いもの、ぬるんだ水、空気懸垂体、それこそほとんど恋愛自身なのである。なぜなら恋の 80% は H2O で成り立って、残りは酸素と炭酸ガスとの交流なのだ。